月1リーグワン、今回は3月号です。ちょうど国際 A マッチウィークのブレイクの週に、私こちらを収録しております。ちょうどユーロの予選が始まりましてね、レブルフランス代表も、実は今週は2試合あったということで、先週末と、それからと今週の頭ですね、あったということで、まあ、実はこれ、月曜日に収録してるんですけれども、私は明日、月曜日の朝ですね、3時45分、フランスとアイルランドの試合、アウェーの試合になりますけれども、こちらを実況する予定でございまして、レブルのお話も、この後していこうというふうに思います。まずは、リーグワンの方の順位を確認していこうと思いますが、まあ、パリがどうかなっていうふうに思っていたんですよね。実際のところ、まあ、ちょっと後ろの方が近づいてきて面白いかなというふうに思ったのですが、まあ、パリがまた少し戻し始めていることと、あとちょっと2位以降のチームがですね、意外と、まあ、勝ち点が伸びなかったというところもありまして、現状では、まあ、パリが勝ち点差7で、まあ、残り試合のことを考えても結構、まあ、抜けてきたかなという感じですね。で、2位がマルセイユ、そして3位が RC ランス。で、4位がモナコで、5位がレンヌという形になっていて、まあ、ヨーロッパ圏内っていうことで言うと、まあ、レンヌ、ディール、それからあと、まあ、後ほど今日ご紹介するニースですね。まあ、このあたりまでは分からんぞというふうな感じにもなっていますし、伊東純也選手所属のスタッドランスも、まあ、やっぱり負けないチームというふうな感じで、気づけば、ね、トップハーフの方に来ているということで、本当によく頑張っているシーズンになっております。で、今ちょっと伊東純也選手のね、名前も出ましたんで、少し先に日本人選手の情報をお伝えしておこうかなというふうに思いますけれども、まずは伊東純也選手ですね。まあ、伊東選手に関しては、代表戦の方でもね、ウルグアイ戦、素晴らしい上田綺世選手へのアシストがありましたけれども、まあ、2月の終わりですね、ぐらいから、だいぶ、こう、数字がまた戻ってきて、やはりこの人が中心なんだなっていうふうなイメージになってきました。まあ、2月の中旬までは、まあ、しばらくアシスト得点がなかったので、まあ、それは欲しいですねっていうお話はしていたんですけれども、まあ、だからといって存在感はなかったわけではなくて、もちろん、例えば、ラストパス、アシストになるその前のパスを出していたりとか、まあ、そういった形で存在感を出していたんですが、2月の26日のトゥールーズ戦ですね。まあ、これが非常にいいきっかけになりました。まあ、この試合はまず、ロピーのヘディングパスにすぐにこう中央で反応して、抜け出しての右足のゴールで先制ゴールを決め、で、その後2つアシストをしたんですよね。ムネツィエのアシストと、それからとコーナーキックでアブデルハミドのヘディングをアシストした2つのアシスト、1ゴール2アシストというトゥールーズ戦、まあ、相手がね、オナイウ・アド選手のいるチームですけれども、まあ、こちらで見事な活躍をして、で、この試合に関しては、レキップの翌週の、まあ、いわゆる今週のベストイレブンっていうのが発表になるんですけれども、その節が終わると、そこに伊東選手がね、選出をされるぐらいの大活躍でございました。で、さらに3月の5日、AC アジャクシオとの試合ですね。こちらでは、まあ、ゴール前で、ブロックを、まあ、セットプレーの流れで固めている相手に対して、右、まあ、ペナルティエリアの右ぐらいで、こう、粘って、そこから、マイナスのパスを送って、最終的にカユステが決めるというパス。まあ、これでまたアシストを記録したということで、まあ、数値的な部分もね、まあ、アシストが多いですけれども、しっかりと結果を出しているかなという感じです。まあ、やっぱり、伊東純也選手に関しては、まあ、すごく存在感は、完全に中心軸として、発揮をしているかなという感じですね。で、さらに他の選手ご紹介をしていこうと思いますけれども、まあ、他の選手で言うと、オナイウ・アド選手、トゥールーズですね。で、まあ、スタートランス戦も含めて、まあ、ここ4試合途中出場ということになっています。で、まあ、現状で、まあ、以前にもお話ししたかと思うんですけれども、ダリンガというセンターフォワードが、まあ、トゥールーズでは、エースフォワードになっていて、まあ、しばらく得点なかったんですけれども、まあ、ダリンガもまたちょっと調子戻してきたというところがあるので、結局、序列としてはあまり変わらずに、まあ、ダリンガも控え、あるいは、まあ、センターフォワード以外にも、まあ、オナイウ選手の場合は右のサイドもできるので、まあ、終盤サイド、マルチロール的な感じで攻撃の、センターフォワードで入ったり、右ワイドで入ったりということで、まあ、役回りはいろいろあるんですけれども、まあ、出場時間は短いながらも、ここ4試合ほど、すべて途中出場の機会は得ています。で、まあ、時間が時間なんで、正直それでゴールを求めるっていうのは、まあ、2月にゴールしたっていうのはすごいんですけど、まあ、それはなかなか求めづらいのではありますけれども、まあ、なんとかね、そういった短い時間でアピールをしてほしいということ。それからあと、トゥールーズのチーム自体が、今ちょっと、得点力が落ちてきてるんですね。もともと、昇格組としては、
かなり素晴らしい得点力を誇っていて、今シーズンここまで43ゴール上げてるんですけれども、ここのところ多分3試合ぐらいかな、クリーンシートで負けるっていう試合があって、まあ、若干攻撃陣が元気がなくなってきているので、この後オナイル選手に、まあ、出番が先発という意味で回ってくる可能性はなきにしもあらずかなというふうな気がします。で、まあ、2月にね、得点も取ってますんで、まあ、マルセイユ製のボレーなんか本当素晴らしいシュートでしたけれども、まあ、そういった形で、なんとかね、短い出場時間ながら、アピールをしてほしいなというふうに思います。それから、モナコの、南野選手ですね。まあ、モナコは現状で4位で、まあ、ヨーロッパをね、争うところというところなんですけれども、まあ、やっぱりちょっと現状で、南野選手は序列が下がっていると。ただ、まあ、出た試合に関して言うと、まあ、サイドで、出るような、序盤とは違って、基本的には中央でプレーする機会が増えましたよね。基本的には中央でやってると。なので、まあ、内容自体もそんなには悪くないかなと。序盤の時のなんか体が重そうだなとか、そういったことはなくて、例えばアジャクシオ戦、アウェイの試合でしたけれども、まあ、前線で二度追いして、相手から奪って、まあ、そこからのインターセプトがきっかけになって、最終的にクレパンディアタが左から飛び込んで決めましたっていうシュートがあったんですけど、まあ、ああいったゴールの起点になるプレーもあるので、まあ、短い出場時間だし、まあ、得点もアシストもないけれども、決して悪い内容ではないのかなというふうな気がしております。まあ、ただ、あえて言うと、まあ、どうしても終盤の投入になってくるので、出場時間が短いことに加え、まあ、やっぱりある程度リスクを管理してくださいねっていうところもあるので、守備にいいね、ちゃんと貢献をしてくれるってところは非常にありがたい南野選手ではありますが、まあ、どうしてもね、最終的なクロージングの役回りが多くなってくるので、あまりこうボックス内で飛び込んでゴールに関わるみたいな、そういったなんかチャンスシーンがそんなに多くないんですよね。まあ、なのでそれが増えてくれるとありがたいかなという気がしますが、まあ、ただここはチームのね、ゲームの進め方との兼ね合いもあるので、まあ、なかなかこう難しいところはあるかなという感じですね。まあ、もし先発の機会がね、回ってきたら、そこでぜひ能力を発揮してほしいなと。いうふうに思いますし、まあ、CL 圏もね、含めてまだまだ十分にモナコは可能性のある、ところにいますので、2位のマルセイユとの勝ち点差が現状5ですから、まだまだここから頑張っていかなきゃいけないというところです。で、モナコに関して一つお伝えしなければいけないのはビッグニュースが1個あって、ポール・ミッチェル、スポーツダイレクターですね。今年の頭で、南野選手が、加入をするときに、このチームのスポーツダイレクターということで、ポール・ミッチェルさんご紹介していると思うんですけれども、このポール・ミッチェルが退任を発表しました。これはオフィシャルで出ております。先にニースマタンという、いわゆる大本営的な新聞があるんですけれども、まあ、ニースの、ところで非常に読まれている。まあ、ニースとモナコはすごい近いエリアですので、そちらの非常に有力紙なんですけれども、まずそちらに情報が出ました。ミッチェル本人が、自分がこのモナコを去るつもりであると。いうことを伝え、そしてそれが、まあ、おそらくオフィシャルでもうすぐ発表するからっていうことで記事になったと思うんですけれども、オフィシャルになりました。で、公認に関してはまだ発表されておりません。で、ミッチェルはどこに行くかというと、おそらくはリバプールに行くんではないかなというふうに言われております。まあ、なので、なんか、ミッチェルが、モナコから、そうか、リバプールに行っちゃうんだっていうところで、まあ、今後ね、どういった、スポーツダイレクターが、新規やってくるかどうかというのは、まだわかりませんし、おそらくは、まあ、ある程度ミッチェルの、影響が残った形で、来る可能性もありますし、あともう一つは、まあ、フィリップ・クレマンはね、現状で、クラブの首脳陣の信頼も厚い状況ですので、まあ、そういった意味では、まあ、大まかなところは変わらないとは思うんですけれども、まあ、ちょっと強化担当が変わるというところがありますので、まあ、このあたりがどう影響してくるのかは一つ気になる情報です。で、それからストラスブール、川島英治選手、鈴木唯人選手ですけれども、川島選手は肩の手術を受けていますので、長期離脱中です。で、鈴木選手に関して言うと、まあ、ちょっと気になることとしては、出場はまだありませんと。で、2月の1日のレンヌ戦からずっとベンチ入りをしてたんですね。加入が発表されて、最初の試合は、おそらく登録上の理由で、ベンチからも外れていて、で、その後は、ずっとベンチ入ってたんですけれども、まあ、多分彼これ8試合ぐらいベンチ入りしてると思うんですけど、ずっと出場機会がゼロです。1分もないという状況ですね。まあ、現状でそのストラスブールの順位自体が、まあ、かなりですね、厳しい順位。今シーズン4チームが降格をするというレギュレーションですよというご紹介をしたので、まあ、17位が、降格期になっちゃうんですけれども、現状で
ストラスブールは15位。で、この15位と17位、オセールとの勝ち点差が現状で3なんですね。まあ、得失点差が多少開いてるんで、まあ、実質的に勝ち点4差って考えてもいいとは思うんですけれども、まあ、とはいえ結構現実的に残り試合数考えても十分ひっくり返る。しかも4チーム落ちるんで、まあ、そちらにズブズブっていってしまう可能性は十分ある。なので、よりちょっと出場機会が、まあ、お試しで出るには難しい状況であると。それからあと当初やはり獲得した時に若手枠を匂わせるようなコメントが結構あったので、まあ、ことによるとですけれども、まあ、この後なんか登録の変更的な感じになる可能性もゼロではないかなと。ちょっとこれ状況を見極めなきゃいけない。まあ、いわゆる B チーム登録になる可能性があるかというところですけど、まあ、その辺も含めてちょっと注目はしなきゃいけないなというふうには思ってます。まあ、おそらくはね、そんな感じかなというところです。ということで、日本人選手ご紹介をしてまいりました。で、今日に関しては、まあ、やはりちょうどレブルーのね、試合が行われている最中で、しかも、まあ、大きなニュースが、飛び込んでまいりましたので、これを触れないわけにはいきませんということで、今日のビッグテーマはまず一つ目、エンバペキャプテンになるでございます。はい。まあ、エンバペキャプテンになるっていうのはレブルーの方のお話でして、まあ、パリの方ではね、最近は、マルキーヌスが離脱をしている最中で、で、まあ、キンペンベがちょっとね、不満をあらわにしましたが、事実上のその副キャプテングループの一人として、キャプテンマークを巻いているという状態がありました。なので、まあ、パリでも存在感が明らかに高まっている、エンバペ。で、このエンバペが、レブルーの方の、フランス代表の方のキャプテンにも就任しましたよということが、かなりフランス国内では話題になっております。まあ、こちら21日ですね。レブルーのキャプテンに、エンバペ選手が、就任をすることが、オフィシャルで発表されております。で、先だってオランダ戦がありましたけれども、まあ、こちらでもね、ちゃんとキャプテンマークを巻いて、ファンダイクとペナントの交換をする、そういった形でもう、名実ともに、エンバペが、まあ、キャプテンになったということです。で、まあ、なぜそうなったかというところですけれども、ワールドカップが終わった後、まあ、ご存知かと思いますけれども、長年、キャプテンをやっていたウーゴ・ロリスですね。キーパーの。ロリスが、代表引退ということになりました。バランもそうですし、まあ、何人か、マンダンダもそうですけれども、代表引退ということになったわけですけれども、まあ、その選手たちをね、サンドリ、スタッド・ド・フランスで、オランダ戦やるときに、セレモニー的な感じで、呼んでね、やはり功績を称えてたっていうのはさすがだなというふうに思いましたけれども、ロリスがずっとキャプテンマークを基本的に巻いていたわけですね。で、ロリスが引退をするということで、まずこのキャプテンの座が空位になったと。じゃあ誰がやるんでしょうかというところで、かなり話題になっていたわけです。で、まあ、おそらく言われているのは、まあ、グリーズマンかエンバペでしょうという形で、まあ、エンバペですというふうに発表がされた後には、まあ、日本でもね、結構そういう報道が出たんで、ご存知方多いかと思いますけれども、アントワーヌ・グリーズマンが、不満をね、抱えていて、代表引退も辞さないみたいな、まあそういった記事が出たわけですけれども、まあ結局蓋を開けてみたら別に、グリーズマン普通に試合に出てましたし、問題はなかったということになります。で、まあもちろんね、まあ本人がどういう思いでいるか、まあ決して面白い気持ちではないとは思うんですけれども、まあそこをぐっとこらえた、グリーズマンも素晴らしいなと思いますけれども、ディディエ・デシャン監督です。まあアントワーヌ、これはグリーズマンの名前ですけど、アントワーヌの落胆は2分ぐらいで終わったんだと。チーム全体にとって全く問題はないと。全員がポジティブな雰囲気を出していたと。で、幸いなことに私は報道に書かれているようなこと、言われているようなことは経験していないんですということで、まあ、表向きは、問題なくエンバペの方にキャプテンが、移っていったという形でデシャンは述べております。ただ、まあ、やっぱりね、当然みんな、その発表にザワッとして、気になるわけですよね。で、エンバペは、オランダ戦の記者会見で、その疑問に答えます。まあ、キャプテンとして、出たわけですけれども、そこで、まあ、アントワーヌ、とは話をしたと、グリーズマンとは話をしたと。まあ、彼と話をしていたし、まあ、理解はできるものである。まあ、僕だって同じような立場になったら、同じリアクションをしただろうということは彼に伝えましたというふうに言っていて、まあ、グリーズマンの気持ちをおもんぱかる、コメントを出しております。で、まあ、関係性には問題がないんだと。で、逆にそのグリーズマンの、功績に対してやはりリスペクトをするような発言をしてますね。まあ、グリーズマンはおそらく、
このデシャンの期間のフランス代表レブルーにおいては最も重要な選手なんだと。経験があるし、でもしグリーズマンが何かを言いたがっているようであれば、僕は座って彼の話を聞くと。誰に対しても扉を閉ざすべきではないし、誰だって自分を表現する、そういった自由があるということで、グリーズマンのお話は聞きますし、リスペクトをしますよという、そういった発言をしております。で、まあ、なぜデシャンが、エンバペをキャプテンに選んだのかというところですけれども、まあ、これは、ゴールの取材の記事をちょっと今読んでますけれども、エンバペのコミュニケーション能力が非常に評価をされたんではないかという推測がなされています。で、まあ、実際に、エンバペとグリーズマンが、なんか、その後に、チームの活動の中で、プレイステーションのゲームを一緒にやって、そこでわだかまりを解いたと、そういったようなことも分かっているそうです。まあね、いろいろあるとは思うんですけれども、とりあえずは、どうかなっていうふうに思った中で、オランダ戦が、まあ、スタートをしたということになります。で、オランダ戦、まあ、ご覧になった方はね、うわーって思ったと思うんですね。私もうわーって思いました。オランダですよ、相手。で、まあ、クーマン体制初戦というオランダを相手に、まあ、当然ね、オランダの方も、まあ、クーマンにまた監督が戻って、まあ、言ってみれば何て言ったらいいんでしょうかね。横一線になりますという状況になった中での初戦だから、絶対気合入ってるはずだったんですけれども、まあ、蓋を開けてみれば結果言っちゃいますけれども、4対0。で、まあ、その4対0の内容がまた象徴的だなというふうに思ったのですが、まあ、オランダの方、オランダの方は、基本的にまず最終ラインから、まあ、しっかりと繋いでいくビルドアップを試行して入ったわけですよね。まあ、ですけれども、それに対して、もうボール表示はとりあえず最初は OK というふうな形で、そこからの、ハイプレスで奪っていくというふうな形で入ったレブルーが、早速、デロンからテイラーへのパスを、グリズマンがカットをして、で、中央のコロムアニに渡し、そしてエンバペが左に流れて、そこからグランダークロスが入って、そこに合わせたのがグリーズマンという。もうまさに、最初のこれ2分という記録なんですが、多分2分、正式には経って、正確には経ってないんですよ。1分50秒ぐらいだったと思います。それぐらいで、いきなりキャプテンになった、エンバペがグリーズマンを立たせるような、素晴らしいアシストをして、グリーズマンがゴールをするという入りです。これで息が上がらないはずがないわけですね。盛り上がらないはずがない。で、その後は、まあ、8分にウパメカノの、ゴール。で、さらには21分エンバペ。そして88分にもエンバペという形で、4対0。エンバペはルブレ、そしてアシストもというね、本当に素晴らしい内容で、チームに、なんていうのかな、ネガティブな要素を全く、もんと全く、感じさせない素晴らしい内容でした。まあ、今回のメンバーですけれども、まあ、スタメンをご紹介すると、ゴールキーパーがメニャンで、で、ディフェンスが4バックで右から組んでこなって、ウパメカのテオ・エルナンデス。で、ダブルボランチがチアメニとラビオで、で、トップ下にグリズマンを置いて、左にエンバペ、で、右にコマンと、で、ワントップコロムアニという、まあ、コロムアニを使ったっていうのもね、一つ、これは、デシャンの面白い選択だったなというふうに思いますけれども、コロムアニも良かったですよね。スピードがあって強い選手が、まあ、前線に行って、まあ、当然ジルーは、後半出てきて、もちろん、存在感もあるわけですけれども、まあ、ジルーの後継者を誰にするかみたいな話があった時に、まあ、多少、タイプは違うにしても、あれだけのサイズと強さと、それからスピードがある。なんかね、楽しみになりましたね。この前にエンバペ、ここの、ホットラインということも含めて、非常にいい出来だったなというふうに、正直思っております。で、まあ、そんな試合で、オランダを完全に一周したという、試合でした。まあ本当に試合を見ていると、これから、まあ、ユーロ予選もスムーズにいくだろうな。まあ去年のネーションズリーグは結構レブルひどかったので、まあ結局優勝できなかったですよね、グループリーグを。まあそういったところもあったので、まあ、どうかなっていう、まあね、ことによるとなんか、第二グループに落ちちゃうんじゃないかぐらいの、それぐらいの状態だったんですよね、去年のネーションズリーグって。それの、なんていうのかな、こう、停滞感を一気に払拭するような内容だったもんですから、まあ、これはいけるぞというふうな感じに、今空気感としてはなっております。で、まあ、エンバペが今回、キャプテンになりましたということなんですけれども、じゃあ果たしてエンバペはキャプテンに向いているのでしょうかという記事が、
まあ、いろいろと、載っておりましたんで、今日はちょっとそのあたりをね、ご紹介をしながら、証言を交えつつ、皆さんにエンバペキャプテンどうでしょうっていうところを考えていただきたいというふうに思います。さあ、まず一人ご紹介をしたいと思います。エンバペの若かりし頃を知る監督です。エンバペはもともとモナコでプロのキャリアをスタートしましたね。そのモナコの監督だったレオナルド・ジャルディに、パリジャンが話を聞いております。で、パリジャンですね。こちらがデビュー当時のモナコの監督、レオナルド・ジャルディにインタビューを敢行して、彼のパーソナリティは果たしてキャプテンに向くのかどうか、そういった話を聞いています。で、まず、デシャンが、エンバペをキャプテンに選んだことについて、ジャルディはどう考えているかということですけれども、私は、まあ、デシャンのことをよく知っているけれども、まあ、デシャンが正しい、決断をしたことは間違いないと思うということで、エンバペキャプテンいいんじゃないというふうに指示をしております。で、詳しく、もうちょっと掘り下げると、キャプテンを選ぶときに2つの考え方があると。1つは経験豊富な選手を選ぶ方法。で、もう一つは能力的なリーダー。まあ、つまりは、ピッチ上で最も大きな変化をもたらせることができる、そういった選手を選ぶか、その二択であるという話をしております。で、まあ、キリアンは明らかに後者、能力的に抜群の選手だけれども、ただ、キリアンがもうすでにプロ7年目であるということは、みんな忘れてはいけないんだという話をしています。まあ、彼はすでにワールドカップの決勝戦を2回経験していて、で、さらにチャンピオンズリーグの試合ももう数多く経験をしていると。まあ、なので、彼は非常に高いレベルの経験をもたらすこともできるだろうということで、まあ、キャプテンの適性を太鼓判をしているわけですね。で、じゃあ、モナコでデビューした当時はどんな感じの、選手だったんでしょうかと。まあ、その時から、まあ、キャプテンシーみたいな感じのものはあったのかという質問に対しては、いや、当時はやっぱりまだ新人というふうな感じだったし、まあ、ドレッシングルームのマスコットだというふうな証言をしております。で、まあ、確かに考えてみると、モナコ時代もそうだったろうし、まあ、特にパリに入ってすぐの時は、どちらかというとエンバペって可愛がられるタイプだったんですよね。で、まあ、これは私の、読んだ記事の話ですけれども、ドナテロ、ニンジャタートルズというね、キャラクターの、ドナテロにとてもよく似ているということで、ドナテロのなんかマスクをプレゼントされたりとか、結構チームメイトに、まあ、ちょっといじられ的な感じで可愛がられていたんですね。多分そんなイメージなんですよ。モナコの当時の、デビュー当時に関しては。で、まあ、プレイに関しても、まあ、自分のパフォーマンスだったりとか、まあ、プレイが楽しいか楽しくないか、まあ、そういったことだけを感じていたんだと、ジャルディは証言をしています。ただそこからだいぶ成熟をしていったんだと。で、もう一つ言いたいのは、彼のキャリアの選択というのは、まあ、才能だけではなく、非常に知的で落ち着いた性格から選ばれたものだということを表しているという話をしています。まあ、彼、モナコでは2シーズン過ごしてるんですね、パリに行く前に。で、2シーズン、モナコで過ごしたことで、まあ、彼は怪物になったんだと。で、それはそうなる前に彼がちゃんと適切な事前に準備をして、で、踏むべき段階を飛ばさずに、しっかりとモナコで結果を残して、で、そこから、パリに、ステップアップをしていったという、まあ、そういった、踏むべき段階をきちんと飛ばさずに踏んだからこそ、彼はこういったキャリアを積むことができたんだと、ジャルディは証言をしております。で、まあ、このキャリアの選択っていうことで言うと、元プロハンドボールプレイヤーだったお母さんの存在がね、非常に大きいとは思うんですけれども、まあ、そのあたりのキャリア選択は多分、ある程度その代理人的な役割を果たしていますので、お母さんの力も、判断も働いていたのかなというふうな気がしますが、まあ、いずれにしても彼にとってその選択が、非常にいいものであったことは間違いありません。そして、じゃあ、キャプテンになったらエンバペはどうなるんだと、プレッシャーを感じるんではないかという、そういった質問に対しては、まあ、逆に、ジャルディムは、まあ、こういった責任を持つことで、エンバペに多くの価値が生まれると思うという話をしています。まあ、エンバペみたいな選手はチャレンジ、つまりは快適な環境から抜け出すということが非常に重要なんだという話をしています。キャプテンに就任すれば、まあ、彼はさらに成長するし、まあ、仕事のディテールについて別の角度から考えることもあるだろうし、まあ、チームのために妥協する最善の方法について考えるようになるだろう。つまりは、まあ、ストライカー的なエゴ、プラス、チーム全体のことを考えるような、まあ、そういっ
った存在になっていけるはずだと。なので、互いにウィンウィンなんだという話をしています。キャプテンというものはピッチ上の他の選手の代表でもあるから、何よりも集団を優先しなくてはいけないんだということで、エンバペがそういう存在になってくれることを本当に期待をしているという話をしております。では結果、今回ね、先ほどご紹介しましたけれども、オランダ戦では2ゴールを決めました。で、これで、ベンゼマの記録を抜いたんですね。フランス代表歴代の得点ランキング5位、38得点に浮上しております。で、41点が4位、プラティニなんですよね。あのプラティニにあと3点という。しかもまだね、若い。まだまだこれからキャリアが、多分ピークにも達していないであろう、エンバペがこの数字まで来ているところというのは本当に素晴らしいなという気がいたします。で、デシャン監督、試合後ですね、キャプテンマークがエンバペを変えることはないんだというふうに言っています。エンバペは積極的に取り組んで、その役回りを楽しんでいるんだと。チームメイトと同じように努力をしている。彼は時折ポジションを変えてそれを補う方法を知っている。彼はキャプテンだけれども、すでにこういったビッグマッチでのプレーも経験をしている。他の選手と同じように、彼はとてもいい試合をしたい、そして何よりも勝ちたいという気持ちを持っていたということで、もちろんね、2ゴール、そしてね、アシストも記録をしていますから、もう文句なく、活躍をしていたわけですけれども、そのプレーぶりを評価しております。で、本人、試合後どういったことを言ってるかですが、まず、マイクが、メニャンのことですね。マジックマイク。マイクメニャンが、クリーンシートで発信できたということは、彼にとって素晴らしいことである。僕らが支えているからメニャンには自信を持ってくれたなと思うということで。一番本当に最後のあのシーンでね、あのハンドがあって、ウパメカノが、ヘディングシュートの、セカンドがちょっと広げた手に当たっちゃったっていうハンドがあって、それで PK になったんですよね。で、それを、見事、メンフィスが、蹴った。ちょっとコースは甘かったですけど、宇宙間の、ところに、飛ばした、キックをですね、見事に止めたというところで、彼のことをね、すごく、評価をしています。で、自分自身の、エンバペ自身のプレーについては、ファンを失望させるわけにはいかないという思いで一週間準備をしたと。ワールドカップの後、デブルーでプレーするのは初めてなので、敗れた決勝戦を除いて、ワールドカップでやってきたことと同じようにしたいと、強く思っていたという話をしております。ここまで言うとね、本当に全く、なんていうのかな、全体にも目が配れているし、素晴らしいですよね。コメントであんまりこう、なんて言ったらいいんでしょう。多少匂わす的な発言はエンバペありますけれども、あまりこう、なんていうんですかね、舌禍を起こすタイプじゃないですよね。コメントに関しては非常に言葉をしっかりと選べる、知的な選手だっていうのはもう昔からみんな知ってるので、そういう意味ではね、彼らしいコメントかなという気がいたします。じゃあ、今度は、今はメディアに対する発言になるわけですけれども、中に向けてどういった発言をしていたか。今度はこういったところをまたフランスのメディアは、掘り下げてくるわけですね。面白いですよね。こういうので。で、ということで、途中出場しましたエドゥアル・カマビンガに、インタビューをしている中で、証言が出てきました。試合前、彼は序盤にいいプレーをするようにというふうに言ったんだと。で、ハーフタイムには、もう6点もし取らなきゃいけない状況だったら6点は取らなきゃいけない。だから前半リードしていっているからといってもこの試合を続けるんだというふうに話したということで、この試合実は2分8分21分で前半だけで3点取って楽勝ムードが漂っていたわけですけれども、そこで気を緩めないようにということで、そんなコメントも述べていました。で、さらにその前半が終わった段階では、よくやったと、みんなよくやった、よくやった、これでいいんだと、これが試合の始め方なんだと、序盤ね、2分でゴールを決めてますけれども、相手に息をつかせず、相手が繋いでこようというところ、息をつかせないハイプレスで奪って何もさせないと、後半も同じなんだ、気を抜かない、それが僕らのやり方なんだということで、本当にね、ハーフタイム非常にポジティブな雰囲気の声かけができていたことは間違いなさそうですし、エンバペがキャプテンになって、ドレッシングルームの空気感が変わったのかどうかと。いうところに関しても、カマビンガは、もともとワールドカップの時にも、若手のメンバーは比較的レベルは多かったので、そんなに別に何か雰囲気は変わってるわけではないですよ、というふうに言っております。で、あともう一つちょっと面白かったのがあるんで、これもご紹介したいんですけれども、ウパメカノ、ちょっとね、ハンドはありましたけど、ゴールも決めましたという中で、試合後にこんな言葉を
述べております。試合はこの後もどんどん速いペースでやってくるから、よく食べ、よく眠り、攻めなくてはいけないねっていうふうな話をしていました。はい。よく食べ、よく眠り。このワードは、最近はこのエンバペ割では非常に流行語になっております。そうです。ネイマールがね、ちょっとやり玉に上がった時のお話です。バイエルン戦、敗れた後に、僕らちゃんとよく寝てよく食べれば、いい結果が出るんだっていうことを、エンバペが試合後に言って、まあ、くしくもちょっと夜遊びをその時にしていた、ネイマールを揶揄する発言ではないかということで、ちょっとね、プチ炎上したものがありましたけれども、まあ、あの言葉をあえてちょっとクスッと笑うような感じで引用して、僕らはよく食べよく眠りっていうエンバペが言った言葉を、引用したと。まあ、この辺もね、なんかちょっとお互いにいじりながらで面白いかなというふうな感じがいたします。はい。じゃあということで、このレブルーで、エンバペが将来に向けてどんな目標を持っているかですけれども、テレフットのインタビューに対してエンバペはこう語っています。まあ、世界最高のクラブでプレーし、そして各ポジションでトップクラスの選手たちがこのレブルーにはいる。今、僕らが再び前進し、タイトルを獲得できるかどうかは僕ら自身にかかっている。なぜなら、代表を離れた選手がたくさんいるからね、ということで、まあ、これでね、代表引退した、まあ、ロリスを筆頭に、バランもそうですけれども、まあ、そういった選手たちに敬意は払いながらも、まあ、これからは、自分たちの時代としてやっていかなければいけないんだっていう強い決意を表しております。でちなみに、今、ユーロのね、予選が行われていますけれども、このユーロのタイトルというのは、まあ、2016年はポルトガルに持ってかれております。2021年はスイスに敗れて結局優勝できなかったということで、デシャン監督、まだこのユーロのタイトルは持っておりません。まあ、ですので、デシャンに、このユーロのタイトルをもたらしたいというのが、まあ、今のエンバペの一つの目標になっていると言えます。ということで、まあ、エンバペのね、お話をご紹介いたしました。まあ、皆さんはこれをね、見て、まあ、まだ今うまくいってるからじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるでしょうし、これで本当にワクワクできる、そういった姿だったり、あるいは、将来的なね、パリ・サンジェルマンでのキャプテンの、エンバペの姿を想像される方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、これだけでもね、結構いろんな話題ができるんじゃないかなというふうに思いますので、現地に報道されていたいろんなね、情報からお伝えをいたしました。さあ、今回の後半はですね、この後ろに映っているこのチームをご紹介したいと思います。赤と黒のチーム。で、一番奥にヒントが書いてありますね。はい。今日ご紹介したいのは、ここのところ好調のニースです。まあ、ここのところ好調って言ってたんですが、ちょっと最近若干足踏み気味ではあるものの、実はですね、負けがずっとありません。以前、スタッドランス、ウィリスリーご紹介しまして、まあ、ウィリスリーも本当に負けなかったんですけれども、ようやくちょっと負けたもしたのですが、いずれにしても、こういった負けない監督が、もう一人おりますということで、今日はご紹介をしたいと思います。ニースのディディエ・ディガールという暫定監督です。この監督なんですけれども、今年の1月ですね、1月明けてすぐにクープ・デュ・フランスがあったんですが、まあ、ニースが3部のチームに敗れてしまった。まあ、それがきっかけで、リシアン・ファーブル監督が、解任になりました。その後を受けて就任した、暫定監督ということになります。まだ若いんですね。さすがにウィリスティほどではありませんけれども、1986年7月12日生まれの36歳。フランスの北部のジゾールというところの出身でして、ルアーブルの、アカデミーの出身で、パリでもプレーした経験があります。1シーズンだけですけど。それから、ミドルズブラ、それから、ニース、さらにはベティス、オサスナにローンに行って最後はロルカという、スペインのクラブで引退していますけれども、ニースの OB として、今回ね、この暫定監督として、コーチをやっていたわけですけれども、そこから、今回、暫定監督をしばらく務めているという形です。で、この1月の11日のモンペリエ戦から就任したディディエ・ディガール監督なんですけれども、ヴィリステル負けないって言いました。この人も負けないんですね。現状でまだ負けなしが続いてます。リーグワンでは11戦戦っていますけれども、6勝5分け。得点21、失点6。まあ、11戦で失点6はなかなかすごい数字ですよね。で、それから、ニースなんで、ヨーロッパのカンファレンスリーグの方でも戦っているんですけれども、カンファレンスリーグも、ラウンド16、シェリフと戦って、いずれも勝利ですね。で、得点が4、失点が1という、そういった内容でございます。なので、ここまで、就任してから合計で13戦、
8勝5分け、素晴らしい成績を残しています。まあ、ただ先ほどもご紹介した通り、最近はちょっとね、オセール、それからあとなんと、あとロリアンか。まあ、なんとロリアンはある程度強いんで、しょうがないかなという気もしますけれども、そのチームたちに引き分けが続いていて、ちょっと勝ち点今伸びてないんですけれども、まあ、ただ現状で7位までチームは押し上がっているという状況です。で、現在もこのリガールは暫定監督の肩書きです。で、まあ、以前、ちょっとお話をしたんで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、ウィル・スティル、スタッドランスのウィル・スティルは、ウェファの監督ライセンスを持っていないので、罰金払ってますっていう話をしたと思うんですね。毎試合2万5000ユーロ払ってますっていう話をしたと思うんですけれども、実はこの人もライセンスを持っていない、プロの指揮するライセンスを持っていない監督です。なので、同様にニースも毎試合2万5000ユーロ罰金を払っております。すごいですよね。ライセンスとは何ぞやというふうに思いたくなるような状況ですけど、有名ビジネス化してますが、まあ、いずれにしても、不思議なのは、このライセンスを持ってない暫定監督が、今シーズンのリーグワンでは、やたら結果を出しているという。ね、なんかライセンス大丈夫？逆になんか習ったらっていうふうに、ね、思っちゃうぐらい、ライセンスがない人の方が、活躍をしているという現状があります。で、ライセンス持っていないので、ちょっとこんな問題がつい最近ありました。先ほどご紹介した通り、カンファレンスリーグで、シェリフと対戦をしてます。で、3月ですね、試合があったんですけれども、ホームアンダーウェイで。で、この時に、先ほどもご紹介した通り、ウェファプロライセンスを持ってないんですね、指導の。で、そうすると、まあ、公式行事、ウェファのやる公式行事、例えば記者会見とか、そういった類のもの。それに、私は監督ですと言って、ディガールは、参加できない可能性がありました。表立って禁止をされているというわけではどうやらないようなんですけれども、これ、もしかすると出ると、ペナルティが課されるかもしれないみたいな話になって、で、まあ、一応と交渉してみましょうかっていうふうになったんですけれども、まあ、でもちょっと危ない橋を渡れるよりはそっちの方がいいかっていうことで、結局、記者会見には、このディガールは出ませんで、暫定監督、アシスタントコーチの、ジュリアン・サブレという人が、会見には出ております。で、一応、ウェファ上では、ジュリアン・サブレが監督、で、ディガールがアシスタントというふうな関係性になっております。だけれども、実質的な指揮は、ディガールの方が取ってるという、結構ややこしい、まあ、たまにありますよね、こういうのね、ライセンスの系で、こういう事態が起きております。で、サブレは、かつては、サンテティエンヌで暫定監督をしていた時期がある。で、彼は、プロのライセンスを持ってるんで、とりあえず彼に記者会見では答えてもらいましょう、というね、そういった流れになっておりました。で、まあ、この、ディディガール、どういった選手かということで、先ほどプロフィールをご紹介しましたけれども、まあ、パリの、まあ、1年間だけいた OB で、で、プラス、基本的には、まあ、ニースが結構長かったぞという人ですね。で、まあ、この人が、率いているニースですが、クラブとしては今どういった状態かということをご紹介したいと思います。今、ニースは結構お金持ちなクラブになっています。これ、まあ、裏にね、こうやって写っている、これ、アリアンツ・リビエラって、これ私実際に現地で撮った写真なんですけれども、ニースのちょっと郊外にあるスタジアムなんですね。で、まあ、比較的新しくて、まあ、見やすいいいスタジアムなんですけども、まあ、こちらにニースが本拠地を持っていますが、このニースの、まあ、クラブを、イギリスの化学会社、イネオスという会社がありますが、まあ、こちらが、買収をしました。で、まあ、かなり豊富な資金力がありますんで、まあ、ニースは積極的な補強を、そして、まあ、イングランドのちょっといろんなラインを使って、例えば、まあ、イングランド、イギリス系ですね、ラインを使って、まあ、例えばラムジーを呼んだりとか、例えばバークリーが来たりとかしていましたし、結構派手に補強しました。で、かつて、ブルトンとの監督をやっていた、その前はニースの監督をやっていた、リュシアン・ファーブルを呼び戻す形で、就任をさせていたので、まあ、監督も元々、まあ、クラブを知った存在だし、積極的な補強もしているし、うまくいくんじゃないかなっていうふうに思われていたんですが、シーズン前半に関しては、ちょっと、まあ、いわゆるイングランドラインで呼んできた、補強と、リシアン・ファーブルが求めるその戦力との齟齬があってずれていて、ちょっと戦力的に余剰だったり、あるいはなんか求めてるとこと違うみたいな、なんかそういう状態が起きてしまい、開幕9節で2勝2分け5敗という、
まあ、これニースは今年、まあ、カンファレンスリーグを戦っているぐらいのチームなんで、まあ、こんな順位にいてはいけないチームなんですね。ということで開幕ダッシュに失敗をしてしまった。でその後、まあ、それでも、まあ、もともとね、チームを率いていた監督だから、ちょっと長い目で見ようかなと思って、去年の、まあ、11月、12月ぐらい、ちょっと10月、11月ですね、ぐらいまでは、持ち直す時期もあったのですけれども、ただ、年明け、ワールドカップが明けて、で、さあっていうところで、確かレンヌに負けたんですね。で、そして、さらには、先ほど言った、サンヌのプイというところに、敗れてしまった。グブドゥフランスで。で、これでやっぱりダメだねっていう話になって、ファーブルが解任をされたという形です。で、チャーっていうことで、誰を取ろうかみたいな話になったわけですけれども、まあ、とりあえずちょっと、今の状況というのは、まあ、かなり離されてしまっていて、ヨーロッパ、圏内からも。その当時11位だったんですね。で、ヨーロッパ圏内の5位までの勝ち点差が、12あったんですよ。それだとなかなかやっぱりね、間にも結構チームあるし、正直ちょっとこれはしんどいだろうということで、チーム的には諦めなムードが漂っておりました。まあ、なので、とりあえずは今シーズンは捨てシーズンにしながらも、まあ、戦力的な部分を一回ちょっと整理をして、そこからやっていきましょうみたいな話になり、で、ティガールはとりあえずじゃあ暫定的にあったら指揮取ってねというふうな話になっていて、まあ、就任した当初は、次の監督については追ってお知らせしますっていう風な注釈がついておりました。で、その後ですよね。実はニースというクラブは今シーズン途中で、スポーツダイレクターも新しくなってるんですけれども、このスポーツダイレクターがフローラン・ギロスフィーという人です。ギソルフィーという人です。で、このギソルフィーは、ちょっと以前ご紹介したかな、かもしれませんけれども、RC ランスの強化に成功した人です。ロリアンから RC ランスに行って、で、RC ランスから引き抜かれたっていう、人ですね。多分フランケーズをご紹介した回で、名前出てきたんでご存知の方多いかと思いますけれども、ギソルフィーです。で、ギソルフィー、スポーツダイレクターは、まず私が、ディガールが暫定的に指揮を取るにあたって、彼に伝えたことは、結果に対して私はプレッシャーを与えませんということでした。まあ、唯一の要求は、与えられたもの、まあ、与えられたものっていうのは戦力だったり、その環境に対して大きな期待を持ち、まあ、しっかりと信じて、で、新鮮さとフレッシュさと新しいエネルギーをもたらしてくれということだけを伝えていたと。まあ、なので、ちょっとこの停滞した空気をちょっとフレッシュにしようじゃないか。で、ついては、あまり成績は求めないから、とりあえずなんとなくこう今蔓延している停滞したネガティブな空気を一回取っ払ってくれ。ということで、ディガールに結果を求めないから安心してっていうことで任せたわけですね。そういった中で、ギソルフィーが、まあ、ディガールに託したんですが、まあこれが、まあおそらく、ギソルフィー自身もそんなに期待はしていなかった。だけれども、これが大当たりになったということですね。で、ギゾルフィは結構いろんな意味で、成果を残しているスポーツダイレクターで、ロリアンを、非常にね、育成も含めていいチームにしたっていう以前ご紹介をしましたし、それから RC ランスも、まあ、現状で、もう CL 狙える今、順位にいるじゃないですか。そういった B1 のスポーツダイレクターで、で、10月にやってきたスポーツダイレクターです。だから、スポーツダイレクターは10月からなので、この冬の移籍市場から、このギゾルフィの、お仕事が始まっているということになります。で、ギソルフィーは、このチームが始まるにあたって、こういった話をしています。何かを構築するためには、時に解体も必要である。ということで、まあ、つまりは、何か戦力補強というよりも、まずはちょっとこの、とっ散らかっちゃった状況を一回整理しましょう。ということで、冬の移籍市場を含めたシーズン後半は、まずは一旦こう、いろんなものを整理するシーズンにしましょう。ということで、ここで結果は求めないよ。だって結構もうヨーロッパも離れてるしさっていう感じでスタートをしたわけです。で、実際、冬の移籍市場でどういう動きをしたかというと、まあ、メインでお伝えをすると入ってきたのは2人。で、出たのが6人です。なので結構やっぱり、人員整理に力を注ぎました。まあ、例えばというところで、結構中盤の選手がね、割と余剰になっていた選手が何人かいたので、レミナをウルブスに、売りました。1100万ユーロの移籍金設定で。で、プラス、シネダルラン、中盤のね、選手ですけれども、シネダルランを、オーストラリア、ウェスタンシドニーというチームにローンで出したりということで、まあ、うまく、
ちょっと、起用機会のあまりなかった、ダブついた戦力を整理をし、で、その一方で、まあ、やることをやるのが、ギソルフィーなので、センターバック。まあ、ここは必要だろうということで、バシャクシヒルの、エンダイミシエという選手を、1150万ユーロで獲得をし、それからあともう一人、まあ、この人の存在は結構大きいと思うんですけれども、以前、ロリアの回でご紹介したモフィですね。モフィを、ローンプレイヤーとしてはありますけれども、獲得をしております。で、まあ、こういうふうな流れで、まあ、モフィは多分、ごめんなさい、記憶が確かならば、そのままオプションついていたと思うんですけれども、まあ、やることはやったと。で、冬の移籍市場で、まあ、こういった形で人員整理をして、で、まあ、出された選手として一人ご紹介しなければいけないのは、ドゥロールですね。ドゥロールとラボルドってすごく、モンペリエ時代に、ツートップで、アウンの呼吸で活躍をしていた、選手で、まあ、ニースにこの二人が揃った時には、また、じゃあ、同じような、コンビネーションがモンペリエ時代みたいに見られるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、必ずしもちょっとそうはいかなかったんですね。まあ、これは、例えば、他の選手が、戦力的にいるので出られないとか、そういった、事情もあったりとか、まあ、一筋縄ではいかない事情なんですけれども、まあ、なかなかスカットの構成上で、ニースでは2トップを組むことはあまりなかった。で、ドゥロールの方は11月までに、まあ、5得点ぐらい取ったんですけれども、ただそこからちょっと状態を落としてしまって、ベンチに入ったり入んなかったりみたいな、そんな状態になりました。で、まあ、その流れがあったんで、じゃあ、ドゥロールを、出しましょうということで、ナントリ放出をしております。で、まあ、一方でじゃあラボルドは、まあ、ラボルドの方がより、まあ、センターフォワード的な役割プラス、もうちょっとマルチロールでサイドをやったりもできる選手なんで、じゃあラボルドは残しましょうというふうな形で、じゃあモフィーと組ませてみたらどうかね、みたいな、そういった話になって、最近は、まあ、そういったイメージで、モフィーを確保して、で、まあ、ラボルドもいますし、というふうな感じで、構成をしたことによって、だいぶ落ち着いてきたかなというふうな感じがいたします。で、モフィは最初ちょっと点取れなかったんですけど、まあ、2月以降ぐらいから点を取るようになって、かなりね、バランス的にも非常に良くなってきたかなというふうな感じがいたします。で、さらにもう一つは、まあ、中盤の構成を、基本は2枚でやっていたんですけれども、そこを3枚にする。まあ、いわゆる 4-4-2 から 4-3-3 にするような、そういった形で、ちょっと、中盤の枚数を増やした。まあ、このことで、ちょっと中盤がね、もともとダブついていた、その戦力を、有効活用するっていうところもうまくいき、かつ、その配置によって、ブダビが中盤のバランスを見ます。で、今回レベルにも呼ばれて、出場もありましたけれども、ケフレンティラム。まあ、彼は結構、ラインブレイクをしてくれるんですが、まあ、そういった、中盤での縦の推進力、これを活かすために、テラムを置きます。で、さらにラムジーに、じゃあ、チームの、パスのリズムを作ってもらいましょうっていう形の、まあ、言ってみれば、役回りをうまく3人で分担をして、中盤がよく回るようになってきたと。そういったことがあったので、だいぶ、今はね、流れが良くなってきているかなというふうな、そんな印象を受けております。で、まあ、面白いのは、監督よりもキャプテンの方が、このチームは年齢が高いわけですね。キャプテンは誰かというと、ダンチです。ブラジル代表の、はい、バイエルンの方でもプレーをしていた、左利きのセンターバック、もじゃもじゃヘア。ダンチが、39歳なんですけれども、まあ、彼が、チームの精神的な支柱として、今シーズンは怪我もなくね、普通にプレーができているので、ここのところはもうずっと出てますね。今シーズン出なかったのは10節の、トロワ戦ぐらいで、あとはちゃんと、出ることができているので、まあ、そういった部分を含めても、かなりいい感じになっている、チームです。で、やっぱりディガールは、このダンチのことをね、39歳でプレーするのは大変だし、彼のレベルでこのプレーができるっていうのは、もうすごいんだよ。また別のレベルの話なんだということで、やはりダンチのことを称賛をして、まあ、彼を気持ちよくプレーをさせるようにしております。で、まあ負けなしはずっと続いて、2月ぐらいにはだいぶこう注目が集まってきました。まあ、ディガール負けないね、みたいな感じで。で、そういった中で、2月、ビーンスポーツのリーグワンショーという番組があるんですが、そちらにディガールが呼ばれます。で、そのインタビューに対して、まあ確かに僕らは好調なチームだから、まあ、注目をされることはよくわかっていますと。まあでも正直にこれ胸を張って言えることなんですけれども、僕らは気にしてませんというふうに言うんですね。選手たちにはもちろんこの称賛の声をしっかり受け止めてほしい。まあつまり称賛をね、そのまましっかりと感じてほしいな。
みんな褒めてくれてるんだよっていうふうなことを言うわけですけれども、彼らはそれに値するというふうに言うわけですけれども、それでも、僕らは目の前の仕事に集中し、調子には決して乗っていない。でもしばらくは喜んでおきたいねっていうふうな感じの、コメントを出しております。で、まあ36歳の監督さんで、で、まあ、ウィル・シテル30歳でかなりね、あのコミュニケーションの、ところをバロ軍とうまくやったみたいな話を以前ご紹介しましたけれども、まあ、この、ディガールも、比較的選手とはフランクにコミュニケーションを取るタイプというふうに言われております。まあ、ファーブルさんは、まあ、実績もね、当然あってビッグネームの監督さんですから、まあ、選手とは比較的距離を取って、接していた、ファーブルですけれども、そのファーブルに対しては、ディガールはかなり、密に、まあ、フットボール以外の生活面でも、まあ、選手とより、コミュニケーションを取るように、努めているということなんだそうですね。で、まあ、フランスサッカーのいろんなまとめサイトである GFFN か、Get French Football News というサイトがあって、私もここをよく見るんですけれども、まあ、こちらは、独自の記事も出していて、そこで、記者がディガール監督にインタビューをしてるんですね。で、それによると、まあ、ワールドカップで、まあ、残念な結果に終わってしまったアーロン・ラムジー。アーロン・ラムジーに対しては、より彼とは話をしたという話をしています。それは僕のやり方なんだというふうに、ディガールは話をしていて、まあ、多分、アーロンとは他の選手以上に話をしている。まあ、フットボールというものは僕にとって大事なものだけれども、それは僕の生活の中では最優先のものではないと。そのことを理解するのに十分な人生経験を僕は積んでいると。本当に重要なもの、まあ、例えば家族だったりとか、まあ、そういう大事にすべきものですね。そういったものの前にフットボールを置いてはいけないんだというふうな話をして、まあ、代表でね、ワールドカップで、まあ、しかもキャプテンとして、まあ、非常に大きな期待を持っていったにもかかわらず、結局、まあ、予選でというかグループステージで、敗れてしまった、ウェールズ代表のラムジーに対して、まあ、しっかりと、まあ、心の部分のケアを、まあ、おそらくはフットボールの話をするというよりも、そうではないやり方で、うまく接したと。いうことなんですね。で、ディガールは、結構面白いというか、波乱万丈な人生を送っていて、少年期、過ごしたチームが結構な問題児だったみたいで、一回外に出されるかぐらいの話になった、過去があるらしいです。で、さらに、まあ、16歳の時に父親になってるんですね。なので、今36歳ですよね。ですけど、もう子供は成人なんですよね。そういう、結構な、若い頃から波乱万丈な人生を送っていて、若いんですけど、人生経験はめちゃくちゃあります。ということで、より親身に立ったコミュニケーションを取れるというところは、このディガールの、かなりのアドバンテージとして言われているところです。まあ、一方で、トレーニングの強度は非常に高い、そういったことを好むというふうに言われております。まあ、なので、練習で実際の試合のレベル以上に、強い強度になるようなトレーニング設定をしているんだそうです。まあ、こういうことをすると、当然、まあ、以前の、トゥドールの話の回、マルセイユの回でもね、ちょっと話をしましたが、まあ、選手たちは大変で、まあ、当然メディカルスタッフの負担は増してるらしいんですけれども、ただ現状で負けてないっていう、そういう、やっぱりね、結果で黙らせるみたいなところがあるので、結果、もうそのまま、それは継続をしているということになります。で、まあ、正直、この戦術だからとか、こういうことがあったから、この戦力が加わったから、まあ、モフィー加わったのは大きいとはいえ、でもモフィーが得点取り始めたのは2月なんですよね。で、そういうことを考えると、なんでこうなったのかは正直わからない。というのが、フランス現地のいろんな、メディアの記事を読んでも、そう書いてあって、私もなんでって言われたら、まあ、今のね、こうやって説明はできるんですけど、でもなんか決定打なくないって言われたら、うーんって思っちゃうんですよね。なんですけど、まあ、でもこういったものの一つ一つの積み重ねによって、まあ、おそらく現状で、ニースは好調を維持していると。で、ただ先ほどもお話をした通り、オセール、なんと、それからロイヤーに現状で3引き分け、勝ち点が1でずっとちょっと足踏みをしているので、まあ、ここから、EL 圏、まあ、CL はちょっと難しいと思うんで、EL 圏を、目指すというところに関して言うと、もう一つのギアをね、上げていかなきゃいけないかなというところではあります。まあ、次はアンジェ戦なんで、アンジェもう圧倒的な最下位なんで、ここは勝ち点3取らなきゃいけないし、その次が実は注目すべき、パリとの一戦です。はい。まあ、今、エンバペはね、すごくこう調子が良くて、レブルーではいいですけどね。ただ、正直、ね、皆さんもう忘れてないと思いますけど、
レンヌとパリの試合をご覧になった方は、うわ、あれはパリはちょっとパルクであの試合ひどいよねっていう、まあ、結末でしたよね。私は多分今シーズンのワーストゲームだったなというふうに、思いますけれども、まあ、ああいう状態になってしまっているパリが、あと2節でどうかな、また代表で抜かれて戻ってきて、どうかなって正直思うので、まあ、ここでもしかするとニースが叩いたら、また何かリーグワンは混沌としてくる可能性はあるのかなというところで、ぜひ皆さんには、このニース注目をしていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、長くなりましたけれども、今週の、まあ、今週は今月の、月1リーグワン、この辺で、終わりにしたいなと思います。本当は、もうちょっと、若い才能とかもご紹介したいなと思ってて、デジレデーの話もしたいなと思ったんですけど、ちょっとごめんなさい、時間がないので、また機会を見てね、ちょっと若い才能については特集できたらなというふうに思っております。ということで、またご期待ください。またコメントですとかでね、いろんなリクエストをいただければ、次回のネタを考えるときの参考にさせていただきますので、どうぞ、感想を含めてよろしくお願いいたします。ということでね、レブルー、私この後アイルランド戦楽しみにしますが、誰が取るのか、ペラティーニ抜くのか、この辺も含めて注目をしていきたいですし、EL、CL 圏も含めた、争いもかなり激しくなってきますので、ぜひリーグワン、この後もご注目ください。ということで、月1リーグワン3月号、この辺でお別れとしたいと思います。ごきげんよう、さよなら、アビアント。